はい。えー、っと、私は、社会福祉法人譲り破壊、えー、菜の花という事業所の管理者をしております、小渕久典と申します、えー。よろしくお願いいたします。えー、我々、えー、譲り破壊法人全体や、まあ、菜の花と言われるこちらの事業所の農福連携について今日はご説明したいと思いますが、えー、障害のある皆さんと共に農業を進めていくにあたっての まあ我々が意識しているところや工夫なども含めて少しえお話ができたらと思いますのでよろしくお願いいたします。はい。えっ、ー、と、私個人についてですが、まあ、えっ、ー、と、譲り破壊の理事をしながら、えー、菜の花という新潟事業所の管理者、サビ館、兼任またグループホームの管理者というのも兼任をしております。 えとまあ、今回の林水産省認定の農福連携技術支援者の講習を終了したということで、えー、お招きいただきましたが、えー、我々が毎日取り組んでいる農福連携のやり方などのもっともっと技術の向上だとか、えー、支援の向上につながればと思って講習を受けさせていただきましたし まあ我々が取り組んでいるやり方がいいものであれば、全国の皆さんにも共有したり、まあ、いい部分をお伝えでき,たりできたらいいなというふうに思ってです、ね、技術支援者の講習を受けさせていただいております。はい、あとは、まあ、支援センバーパーティーのお手伝いや、あとは、納ジャ数という者数の検査員などもしております。 まず、我々社会福祉法人譲り破壊の遠隔ですが、まず法人の理念ですね、高校賃と就労支援という2つの言葉でなっております。文章化されておらずですね、もうこの2つの言葉だけになってますので、我々職員はですね、メンバーさんに対して高校賃につながる支援ができているかどうか、それから 一般修了を含む、まあ、働くということについて、きちんと支援ができている場というところが、まあ、理念のベースになっていますので、うん、このやり方が合ってるかなとか、このやり方でいいのかなと悩んだ時には、必ずここへ立ち返れるような、まあ、考えのことになっております。で、まあ、我々、えー、菜の花という事業所は平成26年の6月に解消、えー、しまして、今現在は B 型、 と、まあ、就労手着ということで、えー、運営をしております。解消7年目ですね。うん、はい。で、えー、B 型定員20名で、まあ、えー、登録は23名ほど、今現在おります。男性17名、女性6名、えー、平均年齢が26歳ということで、非常に若い方たちが通所してきております。うん 法人立ち上げの時から知的障害のある方たちの支援を中心としてスタートしておりますので我々の菜の花も知的障害の方が19名その他の方が4名発達障害の方が4名ですねということの障害種別の割合になっています障害の程度を表す支援区分というのも,ものがございますが区分が6が1名5が1名 4の方が2名、3の方が7名ほどということで、比較的、まあ、区分、支援区分、支援度が高い方も在籍している事業所になります。えー、事業所の解消当初はですね、内職と、えー、パソコンなどを解体して中から出てきたレアメタルを販売するという作業と、 それから農作業という散歩柱で、えー、事業運営をしておりましたが、えー、メンバーさんにやっぱりその農業というものの親和性のすごく高さを感じてですね、今現在ほとんど農作業も販売額、まあ、全体売上げの9割ぐらいは農作業による売上げということになって、農,農作業関連の売上げになっております。 えー、平成27年からの、えー、作付けや、まあ、工賃の推移になりますが、えー、26年の6月解消ということで、最初の1年間は、えー、丸々1年ございませんでしたので、えー、27年からは1年間のデータが残っております。一番最初の27年は全体、お米も含めて全体で4ヘクタールで、農業売上が500万ほどでありました。 2万7千円ぐらいの工賃でスタートしていて、えーまあ、この頃からですね、農業を中心とした活動へシフトをしようということで、切り替えを始めまして、4ヘクタールが5.4ヘクタール、えー、平成29年が8ヘクタール弱で、えー、一つの目標でありました、農業売上が1000万ということに到達しております。 その後、平成30年、令和元年、令和2年ということで、昨年度ですね、令和2年は、えー、作付面積は12ヘクタールちょっとであります。えー、売り上げ、農業売上げについては2000万という目標、一つの目標を達成しまして、工、えー、賃の目標額も4万5000ということになりました。えー、今年度については、まだあと1ヶ月ほどで、 ありますが、今現在2000万円の目標、目、売り上げになりまして、コーチも昨年より少しだけ高い推移をしております。えー、菜の花、我々のね、連携の状況という形でお示ししてありますが、まあ、すべてお示しできているわけではございませんが、こんな形の関係の中で活動を進めております。え、一番特筆すべきは、左上の 近隣農家さん約50個とお示ししてあるところが、我々菜の花が非常に連携を強固なものにしているものと感じております。我々がお手伝いに、農家さんのお手伝いに行くことも遠農という形でありますし、あとはお米の苗ですね、田んぼの稲のお米の苗を地元の農家さんに販売をしております。 それから、えー、田んぼでできたお米の、まあ、乾燥調整というのをライスセンターと呼んでますが、我々の乾燥施設で自宅を受けて、えー、乾燥してお返出するという作業も行っています。まあ、その他、いろいろな団体様や、あの地元の小学校や保育省、それから地元の特別支援学校などとの連携なども広げております。えー、今お話ししました、お米苗の え、委託ということでですね、地域の農家さんより委託を受けて販売をしております。え、年度当初が、えっと、解消当初からですね、え、お米苗の販売を、え、細々ではありますが、始めておりまして、え、今年令和3年度は1600枚ほどのお米の苗の販売をしております。え、地域の農家さんが、 必要なときにお米の苗を取りに来てもらってお渡しするというようなことで行っております。それからライスセンター事業ということになりまして、お米の乾燥調整ですね。もともとこの地元の地域に農協さんがやっているライスセンターがあったんですけども、え、ー ちょっと事業の計画の関係で廃止になってしまったんですが、そのタイミングでですね、えー、私どもの菜の花が、えー、その農協さんから、えー、写真、右側の写真にありますけれども、ライフセンターのお米の乾燥機械を、えー、中古で下取りをしまして、えー、自分たちのお米の乾燥はもちろんなんですが、まあ、地域の農家さんで、えー 乾燥してほしいという農家さんのお米の乾燥を引き受けながら、今年度はやはり60件以上の農家さんや事業所の方々のお米を15ヘクタール分ぐらい乾燥調整をしていてですね。えー、まあ、言っていいものかどうかわかりませんが、今では農協さんのシェアよりもシェアが大きくなってしまっているという状況にあります。 なぜかというのもあるんですけど、えっ、ー、と、私どもの事業所は、えー、農家さん一件一件お預かりしたお米を混ぜないで乾燥調整をしてですね、お返ししています。もちろん、農協さんも農家さんからお預かりしたお米を品種ごとに分けて乾燥調整を進めるんですが、どうしても事業の進め方の問題でですね、 えー、お米品種が同じであれば同じものを混ぜて乾燥を進めて後で農家さんが欲しいというお米をお返ししているようなんですけども我々はもう62件、えー、であれば62件のお米一切混ぜないで1件ずつ乾燥を進めてお返ししているので、えー、地元の農家さんでも、えー、ライフセンターに出していた頃から3 0年以上 地域の米を食べていたということなんですが、自分の米を食べていたという感覚ではなかったようなんですが、私どものライセンターに出していただいてからはですね、もう完全に自分の米を食べているという形になりますので、うーんもう80過ぎた農家の高齢の方なんかも、田んぼやめようかなって言ってた方がいらっしゃるんですが、えー、孫に、ご自身の孫に、 自分のお米を食べさせたいということでですね、まあ、利を先延ばしにされている方なども、えー、地域の中にはおります。はい。まあ、あの、本当に9月の末から10月の末近くの1ヶ月間、たあの、本当に期間短い1ヶ月の授業ですので、本当に忙しく作業する期間になりますが、えー、我々のメンバーの 高賃に反映するには非常にありがたい事業ですし、何しろこれが、我々がこれだけの農家さんの方々と地元でつながりを持たせていただいているというあの証になっていますので、本当に今は助けてくれる方もすごく多くなりましたし、逆に我々も何か助けてあげられるところがあれば手を出せるかなという形になってきている事業の柱になっているものです。はい。 それから、我々の活動の少し触りをお伝えしたいんですけれども、自然栽培パーティーという団体へ革命をしております。肥料も農薬も使わず、お米や野菜を栽培する。福祉事業所を中心としてですね、全国に広がりを,広、まあ、あの広がりを持っている活動の事業になりますが、我々も えっと、平成28年からですので、もう六丸6年経過しておりますが、自然栽培というのにも、お米や玉ねぎの一部などを取り組んでいてですね、えぇ、ー、まあ、まだまだ細々では,ではありますけども、活動を続けているということになります。まあこの活動の、えー、一つの取り組みの一つでですね、えー 都内にあります、カシオ計算機株式会社様と言い,いまして、まあ、時計の g ショックで有名な会社ではありますけれども、えー、こちらの社員の皆様が、平成、えー、29年の年からですね、えー、2段の田んぼを、えー、まあ簡単に言うと田んぼ買いという感じなんですけれども、えー、社員の皆さんとそのご家族の皆さんで、えー、我々の補助に で向いていただいて、田植えと稲刈りを体験しながら、できた自然栽培の米は、歌唱の皆様にお渡しして、活動として使っていただくというような、一旦パートナーという活動を、5年続けております。来年もまた継続していただけるということになったようですので、また来年も続きますが、歌唱の皆様は、まあやっぱりこう、 大自然の中で、土に触れてということは、なかなか都内に暮らしている皆さんなので少なくてですね、まあえー、菜の花の方に来ていただいて、まあ、泥だらけになって、えー、活動してで、できたお米を皆さんで、えー、後ほどですね、社員食堂で食べていただく、えー、期間を設けて食べていただいたりとか、まあ、参加していただいた皆様に少しずつ分け合って食べていただいているという活動になります。 日本で初めて一旦パートナーという名前で始まった事業なんですけども、来年度も継続ということになりそうです。それから、まあ、えっ、ー、と、農業をしてますと、えー、いろいろ、ま、規格外のものであったりとか、えー、作った生産物をより付加価値高くするために加工品をどうするかとかというのは、 我々の法人や我々の事業所でもずっと課題に上がっていたんですけども、えー、昨年の1月にですね、えー、我々の先ほどお話しした自然栽培の、まあ、コシヒカリのお米を使って、麹の甘酒を作ってみようということになりまして、えー、こんな商品も開発しています、えー。関東ブロック障害者収納促進協議会の会長をしている 埼玉府高の荒木さんのところとコラボをしながら、一番最初は栽培したものを、米を掛け合わせて、消費化した記念すべき甘酒になります。うんはい、それから、えーと、これが平成29年の3月あ、すみません、2019年の3月に、 えー、お披露目になりました。農、え、福、ー、連携のクラフトビールというものになります。まあ、不揃いの麦たちなんという名前でついているので、まあ、年代が、名付けた方の年代が知れてしまうような名前ですけれども、えー、私ども菜の花で栽培している自然栽培のビール麦を100%使用してもらってですね、えー、ホップは、えー、宮城県の石巻にある えー、やはり障害のある方や引きこもりとか、まあ、生活に困難を抱えている方たちの支援をしている、えー、ところがコップを提供して、えー、醸造については京都の西陣博士という、これもまた福祉でクラフトビールを作っているところでありますけども、こちらで醸造するということで、原料も醸造も、えー、障害のある方たちが携わったクラフトビールと、 いうことが言えるかと思いますが、2019年から、まあ、期間限定で、えー、と製造、まあ、醸造、販売をしているというものになります。今年も自然栽培の,あの大麦を育てていますので、また、えー、京都の方へお送りできればいいなというふうに思っています。あとはその、えー、麦の茎を使ってですね、まあ、ストロープロジェクトというのにも少し携わって、 らせててていいいただいていて、えー、エコストローですね、プラスチックストローからの切り替え、代替ということで、えー、ストロープロジェクトというものにも携わっております。えー、それから先ほどお話しした小学校ですね、えー、地元の小学生と、えー、田植え稲刈り体験というのをしておりますが、まあ、こちらは えっと、小学校の総合学習の時間の中で、えー、お米の育て方という授業がありまして、その実践田んぼ、実践授業ということになります。毎年地元の5年生が我々の田んぼに来て、田植えと稲刈りを体験して、えー、できたお米は我々の方から少しお届けをしたものをですね、家庭科の授業で食べていただいたり、またご家庭に少しお持ち帰りいただいて、 家族の皆さんと、えっ、ー、と、食べていただいているということですね。田植えから稲刈りの間もですね、水辺の生き物、田んぼの生き物の観察というようなことで、理科の授業に使っていただいたりしてですね、えー、小学生が我々の事業所のすぐ裏の田んぼに、えー、時折みんなで顔を見せてくれて、活動を毎年広げているという授業になります。ですので、毎年5年生が田植えに来ますので、 我々の地元の小学校は5年生以上の方は多分ほぼ全員が田植えと稲刈りの経験をしてますししかも自然栽培で栽培している田んぼですので地元の子たちはみんな自然栽培という言葉を覚えてくれているそんな活動になっておりますそれからこれは保育所ですね保育所もすぐその我々の事業所の近くにありまして えー、毎年年長さんが田植えに来ております。保育所の皆さんとは、もち米を田植えしてですね、できたもち米で、えー、お正月にいつも、えー、田植えの、田植えで取れたあのもち米で餅つき大会を、えー、開催していてですね、まあ、近所から来られるお子さんは、家族の皆さんと餅つきにも来てということで、 えー、行っています。一番最初にこの、えー、年長さんで、保育所の年長さんで田植えをした子たちが、今年、小学校5年生で田植えに来ましたので、えー、時が経つのが早いなというふうに感じる、えー、授業の一つですね。はい。あの、運よく継続して、授業として続けられております。でえっ、ー、と、まあ、我々の、 えっと、農業、の副連携の活動のやり方といいますかね、工夫している、まあ、意識しているところというのは、えっ、ー、と、まず一つには機械化を非常に推進しています。えー、障害のある方たちと農業をするのにあたって機械化を進めてしまうと、彼らの仕事を奪ってしまうんではないか、というようなことに、 なる可能性も、私も実はその昔は感じていたことがあるんですが、まあ、決してそんなことはなくてですね、例えば畑での種まき、一番左は、えー、と種まきの、えー、トラクターの様子ですけども、えー、以前は手押しの種まきでまいておりましたが、今はトラクターに乗りながら7列一度にまけてしまうという機会になりますが、 えっと、やっぱり作業の効率化は進みますし、その分、利用者さんの手を無駄に畑で使わなくていいということになって、じゃあ、今まで手作業などで活躍してたあの、竜者は、メンバーさんはどうしてるのかっていうと、結局、非常に手のかかる出荷のところへ、皆さん作業に取り組んでいただいてですね、えー、出荷作業の手のかかるところで活躍してもらう。 というのが、えー、と今のが今ベースになっていますなのでうーん群馬もですね非常に夏は40度近いような気温になるような暑い日が続く連日続く、えー、地域でありますけども、えー、夏場の本当に暑い時に、えー、っと何人もの 職員やメンバーさんが畑で熱い思いをするということが、機械化をすることによっても避けられているというところもあってですね、熱中症の対策としても、やっぱりこういうことは、えー、あるべきかなというふうに思っています。はい。で、まあ、今お話のとおり、機械化を推進した分ですね、出荷調整にメンバーの皆さんに集中していただいています。えー、一番左は、 ちょっとおふざけしている方もいますが、ベルトコンベヤで枝豆の選別をしています。それから真ん中は、奥はベルトコンベヤを使ってですね、玉ねぎの出荷調整をしていて、奥の方たちは玉ねぎの根っこと葉っぱを切っていて、手前の方に流れてくると、サイズの選別機にかかるというようなものになります。なので、以前は畑にみんなで行って収穫とか、 種まきとかというのに力を割いていたんですが、畑で機械でできるところは職員が少人数で行って作業を進めた上でですね、逆にたくさんできた野菜を無駄なくみんなで出荷につなげていくというのが今の我々のやり方の大きな特徴の一つです。あと、 えー、右側の下にありますけど、あえて古い道具ということで書いてありますが、えー、これ玉ねぎを計量するのに、えー、天秤ばかりというんですかね、あのを使っています。重さがくる、あの重さに足りると、噴、え、霊、ー、がカチャンと上に上がるはかりなんですけども、まあ、古いものだったりすれば、本当に重さが合ってるかどうかの確認が必要ではありますけども、その確認をした上でですね、 使うとですが、えー、とデジタルの量りなどはやはり非常に読むのが難しいと言いますか野菜1粒でぴったりになることはなかなかないので例えばこの玉ねぎなどは10キロに入れるんですけど10キロぴったりデジタルで量るというのはなかなか難しいものですので、まあ、10キロに足りていて多すぎないようにするということで言うとこの今使っている量りは10キロに足りるようになると はかりについての重りがカチャンと上に上がるというところでおしまい。ということで、数字が読めない方も、えー、曖昧な針の動きを読めない方も、えー、上手に使いこなすことができる、は、え、か、ー、りになってまして、まあ、ものとしては古いものですが、非常にユニバーサル。 こういうものの方がユニバーサルだったりするなというふうに感じていてですね、えー、壊れてないものを探しながら導入をしています。はい、で、まあ、あの、左側の枝豆の作業なども以前はベルトコンペアでなくてテーブルの上で選別をしていたんですけども、えー、どうしても選別の内容がわかる方でないとできなかったものなんですが、えー、ベルトコンペアに流しながら わかる方がわかる粒を拾うということになると、えー、携われる方々たちが増えて、えー、非常に出荷量も増えているというようなことになります。はい。えー、まあ、我々の取り組みとしては、こんな形で、えー、させていただいて、えー、これからも、まあ、農福連携を進めていくことを前提で進めております。 えー、一番の目標、今のところの一番の目標は、まあ、B 型の皆さん、メンバーさんに平均コ賃5万円を支給できるような農業の体制を作りたいこととですね、えー、そのために、単位収量10 r あたり、えー、30万円ぐらい取れるような農業をきちんと確立しないといけないというふうに思っています。今、多分我々の農業のやり方で えー、10あるあたり20から22万円ぐらいしか単位収入取れてないんですけども、えー、それを中身を良くして、えー、出荷物を増やして、えー、みんなの工事に回していきたいというのが、今現在の我々の目標になっています。はい。まあ、こんなちょっと休憩しているような様子もありますが、まあ、バリバリ、あの、毎日農業もしていますが、 楽しむところは楽しんで、20数名のメンバーさんと一緒に楽しく毎日活動させていただいております。はい。ありがとうございました。